ディミトリス・リアコス、ディミトリス・リアコス、ディミトリス・ライコス、ギリシャ語の綴り、イータ・ミュータ・ウローイータ・ラムダ・ウプシロン・カッパ、1966年10月19日帯、は、現代イギリシャの詩人であり、劇作家で、ポエナ・ダムニー三部作の著者である。作品はジャンルにとらわれない形式をとり、伝統的な文学の主題と、監修、宗教、哲学、 人類学の要素を前衛的に組み合わせた作品で知られている。本三部作は西洋のカノンの主な主題を反映する断片的な語りの中で三分と劇としが入り置き換えられていく。全体の長さは200ページ未満だが完成までに30年以上の時間がかかった。その間、各巻は改定されたり違う版として再出版されたりし、生贄にえや、 冒険の旅、死者の復活、食材、肉体的苦痛、精神疾患といった概念と共に脚色された。リアコスの作品の登場人物は常に社会と距離を保っているような Z213、Z エグジットの語り手のような逃亡者や With the People from the Bridge の登場人物のようなディストピア的な辺境の地にいる追放者、もしくは砂漠のような島で、 どうにか生き延びようと苦闘する、ザ・ファースト・デスの主人公のような孤立者だ。ポエナ・ダムニーは、不幸のアレゴリーとして、ガブリエル・ガルシア・マルケスや、トマス・ピンチョンのような作家の作品と一緒に解釈され、ポストモダン小説の極地として、また21世紀の結出した反ユートピア作品の、一つとして認識されている。ギリシャのアテネで生まれ育ち、法律を学んだ。 1988から91年、イタリアのベニス在住。1992年、ロンドンに移り、ユニバーシティカレッジロンドンで、分析哲学者のテッド・ホンレリックや、ティム・クレインの元認識論、刑事上学、古代ギリシャ哲学、ウィト・ゲンシュタインを中心に学んだ。2005年、ベルリンに移住。現在は、ベルリンとアテネを拠点にしている。1992年、 地獄に落ちた魂が直面する、最も厳しい試練を意味する、ポイナ・ダムニーという名前の三部作に着手する。本三部作は、徐々に一つの大作として完成するまで30年を、要した。第三部は初めギリシャ語で書かれ、その後英語、スペイン語、ドイツ語に翻訳された。第二部、ナイクティボはもともとは2001年にギリシャ語とドイツ語で出版され、2005年に英訳され、 2014年には With the People from the Bridge という新しいタイトルが付けられた。様々なアーティストがリアコスの作品を芸術作品に取り入れている。2002年、オーストリア人アーティストのシルビー・プロイデュルは一連の絵画作品をウィーンで発表。2004年、彫刻家フリッツ・ユネクと BBC のプロデューサー、ピアース・バートン・ページによる音と彫刻の インスタレーション作品がヨーロッパを巡回。2005年、オーストリアのビジュアルアーティスト、グドユルン・ビールズがナイクティボに触発されて制作したビデオアートを発表。2006から9年、ミアダンスカンパニーがギリシャ語のナイクティボをコンテンポラリーダンスにして公演。2013年、ギリシャ人作曲家のマリア・ローピト・アンドレアス・リクト・ポロスが音楽、演劇版。 Z213Exit を制作し、ダスノイアンサンブルとギリシャ人俳優のディミトリス・リグナティスが演じた。リアコスは1998年、英国ウェールズのアベリスト・オイスで行われた、ポエトリーフェスト・インターナショナル・ポエトリーフェスティバルに、ゲストとして招聘された。それ以来、朗読会や作品についての講演等を、オックスフォード大学、トリエステ大学、香港大学、 ノッティンガム大学など世界中の大学で行っている。2012年にはアイオワ大学の国際創作プログラムのライターインレジデンスに参加。近年最も国際的に認められたギリシャ人作家の一人、ポイナ・ダムニーはこの数十年で最も広く書評されたギリシャ文学作品で現代ギリシャ誌の英訳である z 2 1 3エグジットはベストセラーとなった。 2017年、リアコスは、グルジアのトビリシで開催された、国際文芸フェスティバルにゲストとして招聘され、2018年には、ベルギーのブリュッセルで開催された、トランスポエジーフェスティバルに、ギリシャを代表する作家として参加した。ポイナ・ダムニー三部作は、悲劇史やエピックドラマのようにも見えるが、紛れもなく、ポストモダン的でもある。本作は、 悲劇の形式的特徴ではなく、真相構造を探求しているため、ポスト悲劇作品とも呼ばれている。作品全体に、ホメロス、アイスキュロス、ダンテ、恋愛史のより暗い側面が、象徴主義や表現主義、強烈な宗教的、哲学的関心と共に浸透している。ポエナ・ダンミはそのポストモダン的な特徴をよそに、ジェームズ・ジョイスやバージニア・ウルフといった、 ハイモダニズムの伝統とより関連している。三部作の最初の作品、z 2 1 3エグジットは、監視された街から逃げ出した男が、夢のような、時に悪夢めいた土地を旅する。二作目の、With the People from the Bridge では、z 2 1 3エグジットの主人公が、廃墟となった駅のアーチ下で上演された、その場しのぎの演劇の中の傍観者の一人として、 登場する語り手となる。三作目のザファーストですは岩だらけの島に置き去りにされた男の描写から始まり、その男が生き延びるために苦闘する様が崩壊する彼の体や繰り広げられる記憶と同時に描かれている。ポエナダムニーザトリロジーは一般的なジャンルを超越しているため分類するのが難しい。z 2 1 3エグジットは逃亡したヒーローや 献身的な放浪者というようなギリシャ文学のカノンの要素の意味と関係の編み直しを試みており、詩と三文を取り混ぜつつも物語の形式を用いている。With the People from the Bridge になると登場人物や状況が劇的に表現され、その後、The First d e t h では叙情的な詩によって体の解体や深刻化が描かれるようになる。 個々が感じる世界と客観的に見た世界とが分岐する可能性がうまく描かれている。読者は外的世界での出来事から発生するも結果的には主人公の心の表面に現れる考えや感情を映し出しているとされる不規則な内的独白を読む。一方でどこだかわからない場所の設定と次々と明らかになる夢のような出来事は 実質のあるものとして表現されていて、もう一つの現実を暗示している、もしくは世界の隠された一面を明らかにしている。そのような観点から三部作に描かれた世界が読者自身の内在化した世界を寄与することができるように何もないオープンな空間を与えるような長距離小説の一種として解釈されている。z 十三エグジットはパリンプセストを使って 古代と現代の情報源の両方を、二人の主人公の対話と結びつける架空の組織を表現している。本作は、見知らぬ土地へ向かう電車の旅をする、名前のない主人公の経験を記録する、虚構の日記への断片的な記述で構成されている。その男は、日記に簡潔に記されているように、長い間交流されていた場所から釈放されたか、逃亡したかで、 その場所は病院、監獄、月頭、放漁だと暗示されている。その後彼が現実であるかのような荒廃した土地で放浪する様子は詳細でどこか過不可的な雰囲気の中で描かれ、最も夢のような出来事が実は最も現実的であるという点を弱めている。道中、主人公は宗教的探求にのめり込んでいくが、 同時に何かにつけられているという感じがますます強まっていき、それによってサスペンス的な要素やフィルムのワール的要素が感じられる。テキストは刑事上的ではあるが、同時に1940年代の探偵小説に登場する類稀まれなものの真相に迫るロサンゼルスの私立探偵をも思わせる。z 2 1 3エグジットは主人公と腹をすかせた。 ご馳走が、まるで神聖な儀式を行うかのように子羊をロースト、して、まだ血が滴るその体を切って、皮を剥いで、腹綿を取り除く、生贄にの描写で終わる。With the People from the Bridge は、墓場に住んでいて、悪魔に再いまされ、石で自分自身を切ってしまう、マルコによる、福音書に登場するゲラサの悪魔に似ている、男の話を元にしている。 死んだ恋人が腐敗されずに横たわっているとされる、棺桶を開けるために墓の中に入ると、彼の極まった欲望によって恋人は生き返る。墓はまだ抱擁することができる恋人たちにとって申し分のないプライベートな場所となる。この劇は複数の視点で語られる物語、つまり4人の登場人物の物語が埋め込まれた大。 一人称の語り手を通して語られる亡霊をテーマにした話として語られる。悪魔に取りつかれた男は恋人の体を生き返らせようとするものの結局彼女と一緒に墓に入ることになる。そうした行為は死者のための祭りや薬病の流行から伝承化された吸血鬼という文脈で語られる。本作はキリスト教の慣習と終末論にも明確に言及しており、 最後に思わぬ展開を迎えた後でも解決することのない集合的な救済についての熟考で終わる。ザ・ファースト・デスでは記憶のメカニズムが狂ったかのように岩や石に摩擦され次から次へと品位を傷つけられ苦しむことで肉体的にも精神的にもボロボロになった体の居場所が否定されている。しかし人と体との結びつきは命がまだ持続されていることを裏付け、 実体がないとき、世界が衝突して始まるときに、宇宙の無意識的な直感は、この単純化できない実体を、おそらく将来の再生を促しながら、再び宇宙へと投げ飛ばす。翻訳された現代ギリシャ文学の中で、ポイナ・ダムニーは、最も広く、よく書評をされた作品で、2019年の秋までに、世界で66本の書評が書かれ、 現代ヨーロッパ文学の中で最も議論され最も賞賛された作品と広く認められた。西洋文学における様々な古典的テキストに基づいているにもかかわらず、モダニズムとポストモダニズムの境界線を超越する創造性が賞賛され、多くの批評家はテキストからの引用や古典的な作品や聖書の言葉の言い換えを複雑に組み合わせた手にや、 作品の独特のスタイルや登場人物を公表した。本産部作は多くの学術的批評を生み、またポストモダン小説を教える大学のカリキュラムにも導入された。リアコスはノーベル文学賞を予測するリストに名が挙げられている。ありがとうございます。